国茂徹君おはようございますす公明党の国茂徹です今日は3名の参考人の皆様にもお越しいただきまして、ありがとうございます。With コロナの時代に入りまして、感染拡大のこの防止と社会経済活動、この両立をいかに図っていくのかと、これが今、問われております。例えば現在実施中の go to トラベル事業、これがですね7月下旬にスタートしたこと、これについて時期がちょっと早かったんじゃないかと、こういった批判や懸念の声も寄せられたところであります。一方で、観光庁のこの調査によりますと、国内の主要旅行業者の4月の取扱額、これは前年同月比で比べましてですね 95. 5 5、95.5%のダウンと、5月はのダウン。 97.6％、え 97. 6, 6月も92.9％、それぞれ非常に大きくダウンをしております。え極めてこの深刻な状況というのが続いてきました。え観光産業というのは、え全国約100万の事業者、そして約900万の900万人の方の直接雇用を支える、え多くの地域の経済を支える非常にそのの広い産業であります。え適時 適切な手を打たないと取り返しのつかない、こういった事態にもなりかねません。今回のこの GoTo トラベル事業、これでは1兆3500億円の予算が計上されておりますけれども、これは単にですね、この1兆3500億円を各事業者に分配して給付するよりも、観光地この全体の消費を促して、地域経済に波及効果をもたらす、こういった点で、経済効果は優れております。そこでまあ悩みながらも ギリギリの状況の中で、参加条件をつけるなどして、感染防止に配慮しつつ、進めてきたのが GoTo トラベル事業だというふうに認識をしております。まず、この GoTo トラベルについて、どれだけの,この実際利用者がいて、そのうち感染者の数はどうだったのかと、これまでの実績について、端的に答弁を求めます観光庁長官、賀茂敦君。 お答え申し上げます。GoTo トラベル事業の利用状況につきましては、主な参加登録事業者からのヒアリングの結果では、割引での商品販売を開始した7月27日から8月27日までの間におきまして、少なくとも約556万人パックの利用実績があったと承知しております。また昨日またた日ででに観光に庁報告があったところでは 新型コロナウイルスの陽性と判断された旅行者で、GoTo トラベル事業による割引を利用して資格された方は6名となっているところでございます。本事業は単なる観光需要回復策ではなく、ウィズコロナの時代における安全で安心な新しい旅のスタイルを普及、定着させることを重要な目的としております。そのため、その実施に当たりましては、全国各地の事業に参加する、 観光関連事業者と旅行者の双方に着実に感染症拡大防止策を講じることを求めているところであり、引き続き安全安心に旅行をしていただけるような環境整備に取り組んでまいります。以上でございます国重徹君、はい。ありがとうございました。少なくともですね、現在までのデータによりますと、556万人泊で、そのうち陽性者は6名ということでした。まあ、油断はならないですけれども、GoTo ト,トラベルによって、まあ、大きく この感染したわけではないというようなことが、ま、現在までのデータとしては出ているということだと思います。そもそもですね、これ GoTo トラベルがなかったとしても、旅行自体は禁止はされておりません。旅行はできます。その中で、ま、今回、GoTo トラベルで、この参加条件を課して、安全対策、感染防止策を取った新しい、この旅行のあり方を示したということ。これによってですね、宿泊施設も参加者も意識をして、 感染防止策に取り組むようになったこと、これはですね今後、国内に安全で安心な新しい旅の形、これを浸透していくことになると思います。その上で、実際に事業をやってみて、感染防止対策、これは十分だったのかと、これまでのさまざまな事例もしっかりと分析をして、業界内で横展開していくなど、教訓として生かしていかないといけないと考えております。 そこで尾身先生にお伺いいたします今後、東京発着のこの旅行の対象入りも含めて、検討されていくことになりますけれども、これからのこの観光産業と感染拡大防止との,この両立に向けて、特に留意すべき点、また課題等について、どのようにお考えか、お伺いします尾身参考人お願いいたします。 お答え申し上げます先生のご質問の両立をどうするかということだと思いますけれども、実はあの2月からこの半年間で、まれわ政府も都道府県も、日本の国民も多くのことを学んできたと思うんですよね。その中ではっきりまあ分かってきたことの一つは、どんな場所、どんな状況がまあ感染のリスクが、 高いいいのかかとととうことが分かってきたと思いますそういう中では、もうこれは何度も申し上げている例の3密だとか大声というような状況が最もまあ感染のリスクが高いということで、旅をするのであれば、例えばですね、若者とか重症化しやすい高齢者などの団体旅行をなるべく避けていただきたいというようなこと、それからえと大人、大人数でまあ宴会を伴うような、 まあ、旅行、これ、どうしてもお酒が入りますから。そういうようなことが、リスクを高めることは分かっていますので。そういうことね、ぜひ、気をつけて、旅行をしていただきたいとするのであればですね、ということだと思います。国重徹君。はい、あの、ありがとうございました。まあ、感染を、まあ、ゼロにはできない以上ですね。まこれまでの、この例も見ながら、一つ一つ、教訓にしながら。えコロナと共存していける、この社会環境づくり、しっかりと進めていく必要が。 えあります、えー、次にですね新型コロナウイルス接触確認アプリ CO、COCOA について関連してお伺いいたします。<laughs> 社会経済活動、の人の移動と感染拡大のコントロール、これを両立させるための一つのツールとして CO、COCOA があります。6月にリリースして以降、8月24日時点でダウンロード数は約1464万ということになっております。これは ああ日本の総人口の一割強であります。え八月二十一日にえ厚生労働省は事務連絡を発出いたしまして、陽性者との接触通知を受けた人が PCR 検査を受ける場合には無料のこの陽性検査として取り扱うようえ各自治体に要請をしております。このアプリの公安のこの有用性というのはさらに高まっております。 政府として、これまでもさまざまな周知広報をしておりまして、これからも力を入れていくということですけれども、ココアの効果を高めていくため、より多くの人にこのアプリを使ってもらう必要があります。過去にも、ペストとかスペイン風邪の流行といったパンデミックの、パンデミックがありました。そのときになくてですね、今、われわれ、人類が手にしているもの、これがデジタルツールであります。これを使わない手はありませんその上で どういったシステムを具体的に構築していくのか、これも重要になります。COCOA がなかなか広がらないこの要因の一つに、自分がどこに行ったのか、あるいは誰に会ったのかと、こういった個人情報を国に抜き取られるんじゃないかといった漠然とした不安が払拭できていないということも、その一つの要因としてあると思います。そこで加藤大臣コ、COCOA コを通じて国は、 この利用者の個人情報を収集したり、あるいは管理することはないと、そういったプライバシーに関する懸念はないと、ここで改めて明確にご答弁いただきたいと思います厚生労働大臣、加藤勝信君新型コロナウイルス接触確認アプリ、COCOA でありますけれども、直近の数字を申し上げますと、9月1日、昨日ですね、17時時点で、ダウンロード数が1万5770万件。 533人の方の陽性登録を、失礼しました、1577万件、そして、陽性登録が533人ということであります、まず、この感染拡大防止に向け、ご協力をいただいている皆さんに心から御礼を申し上げたいと思います。そして今、委員御指摘の個人情報の保護という関係でありますけれども、この COCOA においては、まず、電話番号などの個人情報、またその方の位置情報については、 一切取得ががされなないということが前提になっておりますその上で、Bluetooth を利用して、近接した可能性がある場合にもです、ね、こランダムな符号を交換して記録するということで,です、ね、誰だか、要するに相手が誰だか分からないようにしているということ、それから近接した可能性に関するこのランダムな符号は、あくまでもそのご本人の端末の,のみにその記憶をされ、 しかも14日間経つと自動的に無効になる、こういう仕組みとなっておりまして、プライバシーには最大限配慮した安心な仕組みとさせていただいているところであります。そして先ほど委員おっしゃっていただいたように、仮に陽性者と接触していたという通知があった方については、先般、全員が検査に結びついていける、こういう仕組みもさせていただき、こうしたことを踏まえて、さらに多くの方々がこれをご利用いただいて、まさにみんなで 作る安心のためのシステム、これがさらに進んでいけるように、われわれも周知、あるいは利用の働きかけ、これをしっかりやっていきたいと思っております国重徹君。はい、今、ル,ルール、ご説明いただきましたけれども、このデータやテクノロジーを使った感染症対策のあり方というのは、これ、各国でいくつかのこの類型があります。例えば中国のように 当局が位置情報とか診療履歴、決済情報を含む個人情報をアグレッシブに収集をして対策を行う積極監視型、あるいはシンガポールのように、当局が電話番号等の個人情報を限定的に収集をして対策を行う積極管理型、さらに個人を特定するこの情報を収集せずに端末などと紐づ付く識別情報を限定的に収集して、接触通知によって、 個人の自主的な行動変容を促す自己規律型、この大きく3つに分類できるとも言えます。今、日本で行っている COCOA というのは、加藤大臣からもご説明いただきましたとおり、この中で最もプライバシーに配慮した最後の自己規律型に当たります。その上で、今、アプリ利用者が要請判断を受けた場合、アプリ上で要請登録するかどうか、これは任意になっております。ただ今後の感染状況以下によっては これを義務化することも必要なんじゃないかと、こういう指摘をする方もいらっしゃいます。<laughs> 私はです、ね、この自由とかプライバシー、民主主義を重視する日本国憲法の下では、本人同意を前提としたこの現在の形を変えて、義務化、強制化するということは、これ、極めて慎重じゃなければならないと、経験にすべきではないと、このように考えますが、政府の方針をお伺いいたします厚生労働大臣、加藤勝信君。 あの今、委員ご整理をいただいたように、多くの3つの類型がある中で、日本は3番目というご指摘をいただきました。まさにあの今回、開発する大前提として、まずこのアプリについても、それぞれの方の任意で参加をしていただく、そしてこの仕組みにおいては個人情報保護等は最大限配慮する、そして当然でありますけれども、要請登録についても、陽性者の方が自ら登録をしていただく、こういうことをすべて任意であり、 自発的な対応を前提とした仕組みになっているということでありますから、その一部のみをです、ね、まさに強制化するというのは、全体のシステムの,です、ね、その基本的な考え方になじま,まないというふうに考えております。まあ、あの確かかにもっとダウンロードすする人を増やすべきではないか あるいは全体の陽性者数に比べて登録している方が少ない、こう指摘はしっかり我々受け止め、さらにより多くの方にダウンロードしていただけるように、先ほど申し上げた検査にしっかり結びつくといった、そういったこともしっかり周知をしていく。さらにに陽性の方に対しては 例えば保健所からそうした通知がいく際には、登録をもし COCOA に入っておられるんであればです、ね、登録をお願いするなどです、ね、さまざまな協力をです、ね、丁寧にお願いしていきたいというふうに思っています国重徹君。ぜひよろしくお願いします。<laughs> 今後です、ね、この COCOA を短所 <coughs> にして、PCR 検査、これを行政検査として受けるケースも増えてくるものと思われます。<coughs> しかし、現場ではで、保健所やこのお医者さんが必要だと判断した人であったとしても、この PCR 検査が受けられるようになるまで、時間がかかると、こういった声も多く寄せられております。検査体制の強化は、これは不可欠であります。感染拡大のこの当初、PCR 検査がこの目詰まりを起こしていたのは、この地域の公衆衛生の要である、この保健所がパンク状態で、 検査を受け負うこの地方衛生研究所もこの逼迫していたからであります。これに対応するため保健所業務の負担軽減を図るべく政府もさまざまなあ手を打ってきましたけれども現場はいまだ厳しい状況にあります。その根本の課題はま公衆衛生に携わる人材が圧倒的に不足している点にあると考えております。これまでこの我が国は阪神淡路大震災以降ま災害が 起こったときのこの医療については、この強化とスキルアップが図られてきました。この人材のトレーニングとか、増員に取り組んだ結果、8歳時に即応できる専門人員である災害派遣医療チームは、2020年4月1日現在、1万5544名いらっしゃいます。一方でですね、今回のこの感染症拡大に対応できるような、感染症危機管理に関する専門人材、 健康危機管理のこの専門人材はどうなのかと、まず現在の取り組み状況をお伺いいたします厚生労働省健康局長、林徳明君お答えします。感染症危機管理に関する人材の育成は重要と認識しており、厚生労働省では感染症危機管理専門家、 アイデスと呼んでいますが、アイデス養成プログラムを平成27年から開始しています。このアイデスというのは、インフェクシャス・ディジーズ・エマージェンシー・スペシャリストの略ですけれど、えー、国内外の感染症危機管理に対応できる人材を育成するべく始めたもので、まず厚生労働省の,あの感染症担当部署、それから国立国際医療研究センター、国立感染症研究所、検疫所、 そういったところを回りながら、約1年間、国内でまず研修し、さらに WHO とか CDC とか、そういう国際機関での研修をさらに1年行っていただく、そういうプログラムでございます。加えて、国立感染症研究所において、感染症のアウトブレイク等が発生した際に、速やかに派遣、対応が可能な実地疫学専門家を要請するため、 実地疫学専門家養成コース、FETP を実施しているところでございます国重徹君。はい、今、答弁がありましたです、ね、厚労省の感染症危機管理専門家養成プログラム、また国立感染研究所における実地疫学専門家養成コース、これらはです、ね、いずれも2、3年かけて年間数名、年間数名の 高度専門人材を養成すする制度でありますもちろん、こういった取り組みも重要でありまして、より強化していく必要があると思いますけれども、こういったものだけではやはり不十分であります、<laughs> これらの制度で養成されるような高度な専門性を持つ人材の方というのは、上に立つこの人物というのでは不可欠でありますけれども、今後より大切になってくるのは、そういった人のもとで働くような裾そのの広い人材、こういった方たちも必要になってくると考えます。 今回ののコロナ危機は我が国の感染症管理体制を見直すこのチャンスでもあります今こそ国を挙げて、重層的な専門人材の育成、そして繰り返し検証をすることで、その質が維持されるような仕組みを構築して、公衆衛生の危機にも即応できるような体制を整備していくべきと考えますが、今後の取り組み、決意をお伺いいたします。 厚生労働副大臣稲津久志君お答えさせていただきますあの今回のコロナウイルス感染症対策におきましては、今、ご指摘の LTP の方々がクラスター対策の専門家として、実際に現地に赴き、感染の実態把握や、感染管理の助言等にあたるの大変ご活躍をいただいております。 この実地疫学専門家につきましては、8月28日に取りまとめました今後の取り組みにおいて、育成・養成登録を行い、感染症危機管理時に国の要請で迅速に派遣できる仕組みを検討をしているところでございます。今般のこの事案対応、また議員ご指摘のを踏まえて、幅広い人材育成といった観点も、視点も含めて、 さまざまな関係者からご意見を伺いつつ、感染症の危機管理体制の不断の見直しを行い、危機管理の対応力を一層高めてまいります国重徹君、はい。今ですね、保健所などの地域の公衆衛生の現場が、の逼迫している状況、こういったものに鑑みますと、やはりこれまでの取り組みでは不十分、まだまだ人材が足りないと。 いうふうふに思っておりますこれまで以上に体制を強化するためには、重層的な専門人材の育成がやはり必要だというふうに思いますけれども、国立感染研究所の所長であられます脇田先生より、専門家のご現地から一言、ご所見をお伺いできればと思います脇田参考人、お願いいたします、はい、お答えいたします。 委員ご指摘の幅広い重層的な専門人材の育成ですけれども、今回の新型コロナウイルス対応におきましては、やはり大学、あるいは公衆衛生に携わる OB の保健師さんなどが、幅広くこの対応に当たっていただくということは非常に重要でありまして、先ほどからお話に上がっていますアイデス、i イ e s FETP に加えまして、もう少し短期的な研修でも対応ができるような、そういった試みをこれからも続けていく必要があると考えております。 国重徹君、はい。またあの先生のさまざまな御所見もいただきながら、しっかりと体制の強化に国としても取り組んでいっていただきたいと思います。<laughs> 最後の質問になります。<laughs> 今回のコロナ禍によりまして、我が国の社会のこのデジタル化の遅れ、こういうものが浮き彫りになりました。<laughs> 政府としてもまあ今後ですね <laughs>、デジタル化を推進していくという方針に。 なっておりますけれども、ぜひ、制度と予算の両面から強力にこれは推し進めていっていただきたいと思います。その上で,です、ね、このときに忘れてはならない視点があります。それは誰もが取り残されることのないようにしないといけないということであります。すべての人が最低限必要なデジタル技術を使うことができるように保障するデジタルミニマム、この考え方が重要です。私は総務務大臣政務官時代当時代当の 厚労政務官、これも先ほど質疑に立たれました新谷先生でありますけれども、新谷先生と一緒にデジタル活用共生社会実現会議というものを政府の中に立ち上げました。それが、この会議で高齢者の方、また障害者の方たちに対して、地域でこのデジタル機器の使い方などをサポートするデジタル活用支援、デジタル活用支援員ですね、この必要性を提言しまして、それが今年度から実証事業として、 スタートしております <laughs> 今は全国11カ所だけでありますけれども、今後、こうした取り組みを全国に広げていく必要があります。また、経済格差がデジタル格差にならないように、経済的な支援についてもさらに検討していく必要があります。そこでですね、平副大臣、今後、この政府としてデジタル化を進めていくにあたっては、デジタルミニマムのこの理念も重視をして、誰もがデジタル化の恩恵からこぼれ落ちてしまうことがないように、 この具体的な施策にぜひ打って出ていいほしいと思いますそのためにも、来年の改正に向けて、現在検討している IT 基本法改正案におきまして、このデジタルミニマムの理念をぜひ盛り込んでいっていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか内閣府副大臣、平正明君。 あの先生のご指摘のさまざまな状況に対応するためにです、ね、7月に策定した IT 戦略にお, IT 戦略においては、IT 基本法の全面的な見直しを行うこととしております。であのデジタルミニマムの理念は私も非常に大事だと思っておりますし。 えー、まさにデジタルを徹底利用するとです、ね、デジタルにアクセスできないことが深刻な格差を見かねないと思っています、えー、そこで,です、ね、デジタル格差対策とかです、ね、地、ま、理、あ、的につながるところ、つながらないところ、ないようにしていかなければいけないと思いますし、あとあの生体認証みたいなのを使ってです、ね、いきなりご高齢の人にピンコードを入れろとか言っても、なかなかうまくいかないので、そういった生体認証の利用やで、今ご指摘のあったデジタル活用支援ですよね、人的支援、まあ、こういったものをです、ね、パッケージで で、えー、そうういいいいったた理念をを実現をしててきたいというふうに考えておりますあの具体的にはこれから検討ですので、ぜひあのまたご支援をいただければと思います国重徹君、はい、デジタル化によってです、ね、誰もが豊かに暮らすことができるようなこの取り組み、えー、それと、まあ、あのいろんな取り組みをしても、このデジタルについていけない方も一部いらっしゃると思いますので、このオンラインとオフライン。 これも十分バランスを取りながらですね、しっかりと進めていっていただきたいということを最後にお願いしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。これにて、国重君の質疑は終了いたしました。次に。